ジキル博士とハイド氏、ジーキル博士とハイド氏、ジキル博士とハイド氏、現代、ジキル博士とハイド氏の奇妙な事件、ザ・ストレンジ、ケース・オブ・ドクター、ジーキルミスター・ハイドは、ロバート・ルイス・スティーブンソンの代表的な小説の一つ。1885年に執筆され、翌1886年1月出版。通称は、ジキルとハイド。 二重人格を題材にした代表的な作品。そのため、乖離性同一性障害の代名詞として、ジキルとハイドが使われることも多い。この作品は怪奇小説的で、裏の顔を持つジキルが薬を飲むことによって性格、および要望までも変化していることが特徴である。なお、ハイド、ハイドという名前は、隠れる、ハイドにかけたものである。話の冒頭には、 いとこのキャサリン・デ・マットス、1851年から1939年への検事とヒースのシュゲル、アラノについて歌った4行の詩が掲げられている。本文は、ジキルの知人の弁護士アターソンの回想と、ジキルの告白からなる二部構成になっている、同様の作品には、ヒーローの研究、心がある。スティーブンソンは、最初に書いた原稿を妻に批判されたことからこれを、 焼き捨て、新たに三日で書き直したという。彼自身は、最初に書いてから出版まで十週間以内で終わったと、語っている。出版の一年後の1887年5月9日には、トーマス・ラッセル・サリバンと俳優のの本案による儀曲、ドクター・ジー・キル・ミスター・ハイドが、ボストン美術館の劇場で上演されており、マンスフィールド自身がジキルとハイドを演じている。 舞台は19世紀のロンドン。弁護士のガブリエル・ジョンがアターソンと親戚のリチャード・エンフィールドは習慣となっている日曜日の散歩をしていた。繁華街の裏通りに入るとエンフィールドが不気味な二階建ての建物を指して数ヶ月前に遭遇した出来事について語り始める。彼の話によると不快な感情を呼び起こす修悪なハイドという男が ぶつかって転んだ少女を平然と踏みつけて立ち去ろうとする少女の家族らが爪より目よるとハイドは金額を言えという100ポンド支払うよう要,要求するとハイドはその建物に入り10ポンドの現金と90ポンドの小切手を持って出てきた小切手に署名されていた名は彼の顧客であり友人でもあるヘンリージキル博士だったアターソンはジキルから ジキルが死亡もしくは失踪した際には、友人で恩人のエドワード・ハイドが、すべての財産を相続するという内容の遺言状の保管を依頼されて困惑していた。アターソンは、ハイドがジキルの財産を狙って強括しているのではないかと危惧し、ハイドを探し出すことを決めた。例の建物は、ジキルの屋敷から続くジキルの実験室だった。待ち伏せすることで、 アターソンはハイドに出会った。ハイドは青白い小柄な若者で、引けめいた印象を抱かせ、不快感、嫌を、恐怖という本能的な感情を引き起こさせた。ハイドは、博士は、ルスだと告げ、自分の双方の住所を教えた。二週間後、ジキルの屋敷で開かれた晩餐会が終わった後に、アターソンはジキルに、ハイドについてといただすため一人残った。 50歳で大柄なジキルは、アターソンがハイドに会ったことを告げると、顔面青になった。ジキルは、その気になれば、いつでもハイドを追い払うことができる。心配するようなことはないと告げた。一年間が過ぎたある夜、あるメイドが窓から外を眺めていると、ハイドが老人死をステッキで撲殺するのを目撃した。被害者の男性は、 アターソンの依頼人でもあるダンバーズ・カルーキョーであった。警察から連絡を受けたアターソンは、刑事をハイドの住居に案内した。ハイドの住居に、彼の姿はなかったが、凶器のステッキがドアの影から発見された。それは、ップ二つに折れていて、事件現場にあった残りの半分と一致した。そのステッキは、アターソンがジキルに送ったものだった。アターソンが再び、 ジキルを訪ねると、ジキルは、ハイドとの関係を完全に断ったと言い、引き起こしたトラブルについて謝罪して、別れを告るメモを見せた。その夜、アターソンの主任書記は、ジキルとハイドの筆跡が類似性を持っていると指摘した。ハイドは忽然と姿を消し、数ヶ月の間はジキルは、以前の親しみやすい社交的な態度に戻った。しかし、ジキルは、 唐突に訪問者を拒み始めた。ヘースティー・ラニオン博士、ジキル、アターソンの知人は、ジキルのある秘密を知り、ショックを受けて一月足らずのうちに病死した。ラニオンは、アターソンに手紙を残したが、ジキルが死ぬか失踪するまで開いてはならないという、遺言が添えられていた。アターソンは、エンフィールドとジキルの研究所を通りかかり、窓越しに三人で会話を交わしていたが、 ジキルの顔を恐怖の表情が多い、突然窓を閉めて姿を消す。ある夜、アターソンをジキルの執事のプールが訪ねた。ジキルが書斎に閉じこもったままで様子がおかしいと説明し、一緒に来てほしいと懇願した。アターソンとプールはジキルの屋敷へ向かった。二人が屋敷に入ると、ホールには怯えた使用人が集まっていた。 書斎の中からアターソンの呼びかけに応える声は、ジキルではなく、足音も、奇妙に軽く、ジキルとは思えない。プールは書斎にいるのはハイドで、博士は殺されたと推測した。二人は、ジキルの書斎に入ることを決めた。アターソンに応えた声は、ハイドのものだった。プールが斧で扉を破壊し、二人は書斎に入った。中には自殺したハイドの遺体が横たわっていた。 ハイドは、ジキルのものと思われる、サイズの合わない服を着ており、ジキルの遺体は見つからなかった。事務机の上にアターソン宛の封筒が残されていた。中には相続人を、アターソンとした、ジキルの遺言状、アターソンに向けた謝罪と詳細を記した、ジキルの分厚い手記が入っていた。アターソンはまずラニョンの手紙を読んでから、ジキルの手記を読み始める。ラニョンの手紙には、 ジキルの手紙での依頼通りに研究所から持ち帰った薬品を自宅に置いていたところ、ハイドが来てその薬品を調合して飲み、ジキルに返信した。そのショックで病気になり、今や寿命がつきそうだ。と記されていた。ジキルの手紙には、表向きは善良な紳士である私の最悪の欠点は、快楽への旺盛な欲望の二面性であり、これを密かに満たすために、 完全な二重生活を生きてきた。その後、科学的実験を重ねて、善悪に要素の完全な分離の可能性を追求し、人格から悪の側面のみを切り離して、別人格を出現させる薬品を発明。これを用いて私は、ハイドという別人に変身するようになった。と記されていた。ジキルの手紙は、続きと手記を結ぶ。この一文をもってこの小説は終わる。 18世紀半ばのエジンバラの市議会議員で、石膏ギルドの組合長をしていたウィリアム・ブロディー。ウィリアム・ブロディが、ジキル博士のモデルとされる。ウィリアム・ブロディは昼間は、実業家であったが、夜間は、盗賊として18年間に数十件の盗みを、働き、スコットランド間接税務局本部の襲撃計画が、露見して1788年に処刑された人物であり、 ロバート・ルイス・スティーブンソンとウィリアム・ヘンリーは、この事件をもとに劇曲、組合長ブロディー、もしくは二重生活を書き、ジキル博士とハイド氏を書く2年前の1884年に、ロドンのプリンス劇場で初演している。また、同じく18世紀半ばの下界で解剖学者のジョン・ハンターは、その医者としての巧妙な昼の顔と、解剖学者、遺体を損壊し、 死後の復活を妨げるため同時代では、剣をされていたや、死体調達ための墓嵐をしたとされる裏の顔、また建物が表通りに面した院と裏通りに、面した解剖学教室、死体搬入口という構造が、ジキル博士の家に類似するモデルとされている。また、ジキル博士が自作の薬を自分に使用するエピソードは、フランスの医師シャルル・エドアル・ブラウンイコール・セカールが、 性的能力を回復する目的で、モルモットと犬の睾眼から抽出した体を自分に注射した事件がインスピレーションを与えたと言われる。映画化、テレビドラマ化、ラジオドラマ化、ミュージカル化、ゲーム化などがされている。舞台を日本に置き換えた本案作品や後日談を含む、詳細はリンク先を参照。本作に直接関係しないものの、 二面性に重点を置いたもので、時期る、ハイドなどと明言されており、本作がルーツとなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。